ジャパン、すごい日本と世界のニュースへようこそ。今回は青山繁晴氏が総裁選で見てきた病巣についてお話ししていきたいと思います。当チャンネルは自民党総裁選に関して高市早苗経済安全保障大臣と青山繁晴参議院議員を応援する立場から臨時動画といういつもと異なる形式で情報を発信させていただいておりますが、青山繁晴議員に関しましては奮闘も虚しく、最終的に集まった推薦人は15人ほどだったということで5名ほど足りずに出馬ならずという結果になりました。 NHK も含めメディアから無視され続けてきたこと、派閥の影響が今もなお残っていることなどがたびたび話題となったわけですが、今回の青山議員の総裁選での戦いの中でご本人はこうおっしゃっていました。自分が中に飛び込んでいったからこそ初めて分かった問題がたくさんあると、派閥の問題とかだけではないもっと深く広い問題が見えてきたということです。青山議員はご自身の YouTube とブログにおいて応援してくれた主権者、推薦人となってくれた方々、話を聞いてくれた議員の方々に謝罪と感謝の言葉を述べられていましたが、私としても本当に無念な話です。ただもう謝らないでいただきたいんですけどね、本当に。しかし一方で青山議員は今回見えてきた日本が抱える問題点と改めて向き合い、3年後の総裁選に向け改めて挑むという姿勢を明らかにされましたので、そのことは大変喜ばしいものですし、ご本人が失意の中にあってもなお前を向いていらっしゃる以上は私としても全力で応援したいと思うところです。そんな中、青山議員はご自身の YouTube チャンネルで総裁選何が病巣かという動画を公開されました。今回はこの動画で発信されていた内容をまとめつつ、私としても考えるところをお話ししたいと思います。このチャンネルでは日本を応援する立場から日本や世界の興味深いニュースを中心に様々な情報をお届けしています。こちらは当チャンネルから発信した動画の代表的なものになります。こうした情報に少しでも興味のある方や日本が大好きな方は忘れないうちにチャンネル登録お願いします。では行きましょう。総裁選何が病巣かという動画は自民党総裁選の告示日に撮影されたものでして、いつものように三浦秘書と並んで撮影されていました。総裁選の立候補にあたっては様々な書類などを提出する必要があり、三浦秘書もその真っ只中で動かれていたということで、その業務の一つとして自由民主党の機関紙である自由民主の候補者書券に載せるためのページも作られていたということです。残念ながら推薦人が集まらなかったためにこのページが世に出ることとはありませんでしたが、要点をお伝えしますと、減税して日本の経済の底上げをするということや、祭り事を正すと、これはまあ献金ゼロ、パーティーゼロ、支援団体ゼロ、派閥ゼロ、後援会ゼロ、後援会長を置かず地元を作らない唯一の候補者であり、しがらみがないからこそ行える変革を目指すという内容、そして参議院全国区、特定の選挙区に縛られない全国を考える参議院から総理を一旦出すべきだということをおっしゃってますね。祭り事の変革については、政治資金規正法の再改正、政策活動費の廃止、新政治改革大綱の策定、例えば派閥の問題の事実関係の徹底、派閥やグループによるパーティーの開催の禁止、派閥の人事介入の禁止、派閥の真の廃止につなげると、政策集団も議員集団も政治団体の登録を禁止すると、こうしたことが書かれていましたね。他にも政党法の制定や憲法9条の改正、財政法4条の改正なども触れられていました。そして5つの専門分野、外交安全保障、国家危機管理、資源エネルギー、情報インテリジェンス、そして3年連続党員獲得数が1位であるということを明記されているわけですけれども、改めて青山議員というのは国家において非常に重要な部分に重点を置かれた政治家であることが分かりますし、党員獲得数が3年連続1位となるのも納得の方ですね。何よりあらゆる団体、個人、地方の影響を受けないという特異性、減税という選択肢を用意している点などを考慮すると、討論の場にすら立つことができないというのは本当に悔やまれるところです。そしてこの動画では三浦秘書による事前のすり合わせのない率直な質問を受けるということで、三浦秘書はこのように質問をされています。日本ががんじがらめになっていると青山議員はおっしゃっているが、何にがんじがらめになっているのか、日本の病巣というものを具体的に教えてほしいということでした。これに対して青山議員はこのように返答しています。日本のすべては政治で始まる、何もかも政治で決められるわけだが、国会議員が具体的に何に縛られているのか、自身がこの位置から最も遠いところにいるので、本当は彼らがどういう行動原理を持っているのか、それが今回身に
に染みて分かった。キーワードは内にあると。キーワードのこの内っていうのは内側の内のことですね。総裁選の時に青山議員は電話よりも対面で会うことを重視して推薦人集めに動いていたわけです。議員会館の部屋にこもって電話を1日ずっとかけ続けるというやり方は反対だと、数打てば当たるという発想なんじゃないかって思うってこと でさらに電話は反対であるっていう考えとともに、この推薦人になってほしくて話す相手とはですね、まあ、言ってしまったら相手も国会議員、主権者に選ばれた立場なので、目を見てしっかり議論をして話すべきだと考えていると。ただ後半はどうしてもアポが取れない人もたくさんいたので電話も使っていると。このタイミングは国会が閉会中なわけでして、総選挙も近く行われる可能性が極めて高いので、地元に張り付いている議員さんが多いからっていうことなんですね。ただその中でもまずは相手の話を聞くことから始めていたそうです。そして各議員の断り文句の話っていうのが全部内向きの話だったっていうことなんですね。これがキーワードの内です。そこで一番多かったその断り文句の話の内容が、自分がなぜ国会議員になれたのかっていう話だったそうで、要は世襲でなれたという人もいれば、県会議員になったらその中から選ばれたという人もいるわけですが、世襲にしろ県会議員にしろ、そこには家や地域、学閥などたくさんの利害が集中していて、既得権益の層にとって最も都合のいい人たちが選出されてきていると。つまり多くの国会議員はそのしがらみを背負うことでたくさんの人に投票されて国会議員になっていると。最初からがんじがらめなんですね。でもこれは全部内向きの話だよねって。それは今までのものを守ろうとしているだけじゃないのかと。ただ2人だけ特殊な方がいたそうで、それは不記載問題の当事者の議員だったそうなんですが、迷惑をかけた以上は今回は誰の推薦人にもならないことを決めているという考えの方だったそうです。しかし青山さんはその2名に対してそれも内向きであると返答したようで、国会議員の意識は相当に向かなければならないとしました。ここで言う内とは何なのか、己であったり派閥であったり地域や学閥、支援団体といった既得権益になります。外というのは全国の国民を指すわけですね。青山議員は参議院で地元を持たない立場から総理大臣を一度出す必要があるとして、あえて参議院から出馬に動いていたわけですし、そのことを説明した時に納得する議員の方ってめちゃくちゃ多かったらしいんですよね。で、今回これはちょっと余談なんですけども、私9名の立候補の推薦人一覧見てあれって思ったのがあって、小野田公美さんがですね、高市さんではなく同じ岡山の加藤さんの推薦になっていたんですよね。あれ高市さんじゃないんだなって思って、でちょっと見てみたら、どうやら岡山の議員はまとまって加藤さんについていたっていうことで、これもひょっとしたら地元の、まあ、しがらみっていうものがあるんじゃないかなって思ってしまいましたね。まあ推測の域を超えるものではないのでね、まあひょっとしたらそうなのかなって私個人が思ったっていうだけの話なんですけども、まあこういうことがあるかもしれません。話を戻しまして、まあ青山さんがですね、いろいろと推薦人集めに動いていた時に、何度もですね大物政治家の方々も来たということでですね、ある長がつく大物政治家さんが来た時、青山さんはその人に対してこのように言ったらしいんですね。総裁選の推薦人集めと本選っていうのは利害関係だけですねって詰め寄ったっていうことなんですけども、返ってきた返答はそうですだったんですね。だから青山さんの推薦人になる人がいるだけでも目から鱗が出るぐらいびっくりしているってこの大物政治家さんはおっしゃったと。でさらに続けて、そもそも党員数1位というのもすごい。普通は利害関係のもとに党員を集めて出してくるのに、それがない中で一番青山さんが集めてくると。しかも派閥もパーティーも個人献金団体献金もない中、総裁選に出てくるというのは本当に驚きだと。しかしそうした既得権との結びつきしがらみなどは、結局青山さんが言うには昨日のままの自分でいたいという発想から来ているよねと。明治維新の時に国が大きく前に進んだ時は、日本はこのままではいけない、このままでは外国に食われてしまう、変わらなきゃいけないという気持ちがみんな強くなって明治維新が起きたと。アジアの植民地の解放にしてもそうだった。しかし戦争に日本は負けて、日本が全部悪いっていうことにされて、前に進まないこと、内ばかり見ること、変わらないことが正しいという価値観に染まってしまったと。
これは私が思っていることですが、ホリエモンが捕まったり、ウィニー事件だったり、日本が IT に乗り遅れたの全部そこから来ていますよね。保守というのはいろんな要素がありますけれども、保守のダメなところが全面的に出ているのが、日本における既得権益とのしがらみと言えるでしょう。もちろん、何でもかんでもですね、既得権無視して規制緩和していけばいいっていう極端な話ではないんですけれども、日本は長きにわたる自民党の体制によって、しがらみどころかがんじがらめになっちゃってるというわけですね。まあ何にせよですね、この派閥の問題というのは、なぜ派閥が形成されていくのかっていう過程においてもですね、別の既得権がたくさん存在しているって、つまり派閥の根っこにですね、いろんな病巣が潜んでいたっていうことなんですね。今回青山さんは総裁選において失敗したとしつつですね、失敗からこうしたことがよく学べたとも発信しています。その日本の病巣を変える手段は自由民主党自体を変えることしかない、日本の政治を変えることしかないと。世界に目を向ければ国連安保理も機能せずぐちゃぐちゃになっている、その中で日本は身動きが取れない状況だから、それを変えるしかない、そしてそれにはですね、今までの総裁選のやり方じゃダメなんじゃないかと。そして先ほど話されていた大物政治家がどうやって推薦人を集めていけるのか教えてくれと言ってきたそうで、青山さんは最後会って話をしているだけですって答えたそうですね。うん、かっこいい。まあ結果としてはですね、20人集めれなかったので、いやいや結果が伴っていない以上そのやり方は間違っていたんじゃないかっていう意見もあるかと思うんですけどもね。まあはっきり言ってこれどうですか、青山さんおっしゃっています。今回の敗退といいますかね、失敗っていうのはもちろん自分に全て責任がある、自分のせいだと。まあ、もちろんですね、責任を被るのは青山さんの立場としてはそうでしょう。ただやはり旗から見ている我々からしたらですね、これ悪いのは青山さんなのか、違うんじゃないかって思う気持ちはどうしても出てきますよね。皆さんどうお考えでしょうか。よかったらコメントください。ではですね、そのままちょっと話を続けたいんですけれども、結局こうした既得権、利害関係による政治に嫌気がさしている我々ができることって何なのかなって、まあ能動的にできることっていうのはまだまだいろいろあると思うんですけども、いわゆる普通のですね、まあちょっと受動的にですね、できる中で何か能動的に動けることがないかと。で、思うのが、少なくとも政治に関しては、テレビや新聞などのオールドメディアはもう信用するのやめましょう。例えばこのチャンネルにしてもそうですけれども、既得権の外にあるわけです。政治の世界でも最近はネットによって一気に台頭してくる政党や政治家が出てきてますよね。それら政治家や政党が日本にとっていいものなのかどうかは、主権者の皆さん一人一人の生活や価値観によって変わるわけですが、既得権の打破という点では間違いなくネットは大きな武器になりますし、正しい情報が得られる場所です。ネットはフェイクニュースも多いですし、それこそ青山議員の選対事務局長である和田議員のクルドの問題に関しては、私も調べれば調べるほどよくネットで目にする和田さんの問題は、普通に団体の種類を勘違いしていたり、デマだったり陰謀論のごとく強引に辻褄を合わせた主張ばかりが出てきて結構驚きます。ただ和田さんに関しては本当に情報が錯綜しすぎていて、私もいまいちよくわからんというところがあるんで、なんだろうなって感じなんですけれども、少なくともめちゃくちゃデマ情報が多いっていうのは事実です。なのでネットでの情報収集っていうのは細心の注意を払って多角的に情報を集めることが大事になるわけですが、それでも真実は確かに存在するわけです。しかしテレビや新聞には真実はもうありません。青山議員は総裁選において存在すら消されました。9月9日放送の BS 日テレの番組で真相ニュースっていうのがあるんですけども、高市大臣がそこに出演していたんですね。でこんなやり取りがあったんですよ。日本テレビが全国の有権者のうち自民党党員党友と答えた1019人を対象に電話調査を行ったということで、その電話調査ではまあ支持で総裁選で誰を支持するのかっていうので、高市さんが 17% で3位、2位の進次郎さんと1ポイント差っていうことでね、いろいろ言ってくるわけですよ。でこの3番手で1ポイント差っていうことになると、決選投票に残る可能性が高い候補になりますよね、高市さんはみたいなことを言うんですね。そして今回のこの日テレが独自の取材で集めた電話調査のデータっていうのは、議員からも党員からも認知されるデータではあると思います。こういったところで何か訴えていく中、どんなメッセージがありますかみたいなことを高市さんに言うんですが、この後高市さんこう言うんですよね。いやそもそもなんで党員名簿日テレさんが持ってはるんですやろって。めっちゃ面白いですよねこれ。日テレの司会者の方は、いや独自の取材を
ていうふうにうやむやにしてるんですけども、要はそういうことです。テレビや新聞が出してくるデータなんて全部世論を操作するためのデタラメなんですよ。世論はメディアが作るんだなんていう思想の人がたくさんメディアの上にはいるんですよね。総裁選立候補を目指していた青山さんを含む12人を平等に扱っていたメディアってありましたかと。小石川しか言ってなかったんじゃないですか。左寄りの人を応援したくて仕方がないメディアが多いんじゃないですかと。で、これそもそもちゃんと考えていくと面白いんですけど、1019人の自民党の党員の人たちに、まあ、電話調査を行ったと。自民党の党員は2023年末時点で109万人、自民党員が全部の有権者に占めるのは 1% 前後ってことになるわけですね。で、1019人の自民党の党員から回答を得るには10万人ぐらいから回答を得ないといけないと。で、普通の世論調査って、まあ、例えば数千人ですね、3000人、4000人、5000人を対象にして有効回答数が得られるのが、まあ、1000とか2000なわけですね。世論調査の回答率が仮に 30% だとしたら30万人以上に電話しないといけないと。仮に回答率が 20% だとしても20万人以上には電話するわけです。で、大体こういう世論調査って2、3日の期間で行うわけですけど、絶対無理じゃないかって。じゃあこのデータもう嘘じゃんって話ですよね。そこに人件費臭いというとも思えないですしね。まあ自民党から個人情報が流出したっていうのであれば知りませんが、いずれにしてもこの独自の取材、それって許されないことですからね。もうネットで情報収集する時代です。当チャンネルでも中国の真の経済状況や EV シフトの裏に潜む闇などたびたびですね、発信してきました。海外の記事読み漁ってます。でもたまに同じジャンルを扱うところでも本当にデタラメなことを言っていたり、1年も前の情報を最新の情報かのように発信しているチャンネルなんかもあるので、そこは皆さんも気をつけていただきたいですけども、日本の病巣を取り除くために私ができることは限りなく小さいものながら、今後もですね、メディアで発信されないことも扱ってですね、情報を発信していきますので、この中で、まあ、青山議員の3年後のリベンジを応援するっていうところも含めてですね、いろいろとまた頑張っていきたいと思います。というわけでご視聴ありがとうございました。この動画が面白かったという方はチャンネル登録、コメント、グッドマークお願いします。また当チャンネルはメンバーシップも開設しております。メンバー限定動画や過去の非公開動画などを公開していきますので、ご興味のある方はメンバーシップの加入をお願いいたします。またグループチャンネル世界の経済ニュースでは、このチャンネルだけでは得られない幅広い世界の動きについて取り上げています。サブチャンネルジャパンさんのお話では日本の観光地巡りなどしていますので、概要欄からぜひ見に来てください。ではまた次の動画もお楽しみに。バイバイ。